ジュリー社長辞任で資産1000億円、ジャニーズ事務所の今後は、新社長選びは2つのパターンが想定。ジャニーズ事務所の藤島ジュリー稽子社長、57が辞任する。創業者のジャニー北川氏、2019年に失去、去年87の性加害問題をめぐり設置された。 再発防止特別チームが自分の辞任を求めることを察知し、8月20日過ぎには辞めること覚悟していた。後任には誰がつくのか、ジュリー氏の支配力は排除されるのだろうか。ジュリー氏は経営の自信を失っていない、ジャニーズ事務所の株式は全てジュリー氏が持つ。だから社長を振りようが、オーナーのまま、次期社長を決める権限も持つ。 ジュリー氏が誰を選ぶのか。ここでポイントとなるのが、ジュリー氏が経営に関与を続けるのか、それとも身を引くかである。ジュリー氏は性加害問題についての責任は感じているようだが経営者としての自信は失っていない元ジャニーズ事務所スタッフ。自信喪失していない理由は経営が順調だから。 昨年10月に元副社長の滝沢秀明氏41が退社して以来、元キング・アンドプスの平野市要26と神宮寺雄太25、元 V6 の三宅県44がが離れ、今年3月にはジャニー氏の性加害問題が明るみに出たが、会社の売り上げは落ちていないのだ。テレビ局の忖度やファンたちのおかげだろう。 元ジャニーズ事務所スタッフによると、ジュリー氏は最近までタレントの楽曲や出演ドラマについて細かく指示を出していたという、いきなり身を引けるのだろうか。ジュリー氏が影から経営への関与を続ける場合、東山のりゆ56が次期社長の最有力候補だと元ジャニーズ事務所スタッフや芸能事務所幹部らは見ている。 ジュリー氏との関係が良好である上、所属タレントで最年長、さらに社内に目立った敵がいないからだ。東山が新社長なら井の原と協力体制か、東山はサンデーリブ、日曜午前5時50分の幕を務め、ドラマ幹部と気脈が通じているテレビ朝日を中心に各局との関係もいい。 東山が新社長になった場合、ジャニーズ JR を担当するジャニーズアイランド社長の井ノ原義彦47と二人で会社を引っ張っていくと見られている。会社の予算案作成や経営方針の決定などは東山ではできないかもしれないが、それはジュリー氏が代わりにやればいい。事務方社員への指揮官役もジュリー氏の役回りになるだろう。 ただし、これでは露骨な陰性になるので、世間の理解を得るのは至難に違いない。一方、ジュリー氏が経営から完全に退く場合、経営に長けた外部の人間を招くという選択肢もある。その方が社内の意識改革も進むはずだ。また、そもそも同社内にはテレビ局、レコード会社、広告代理店を退社した幹部がいる。 その中から社長への昇格もあり得るだろう。もっとも事務方がトップになるとファンとの間の距離が広がる恐れがある。タレントの発掘と育成も咲き細る可能性が高い。井ノ原に全てを押し付けるのは酷だ。ジュリー氏が全株式を他の芸能事務所に売却する方法もあるが、これについては買うところはない、と芸能事務所幹部は断じる。 性加害問題で会社のイメージが下落した上、人間が財産の芸能事務所は身売りでの成功例がほとんどないからだ。創業者と二代目の差。ジュリー氏のお嬢様仇、いずれにせよ新社長を選びは難航必至。また、新社長が決まろうが、ジュリー氏が社力を行使する限り、安定政権になるかどうかは不透明だ。 2019年に副社長に就任したものの、ジュリー氏との意見の対立などから、3年で社を去った滝沢氏の例もある。そもそもジャニー氏とジュリー氏の母親であるメリー北川元名誉会長、2021年失去、去年93、が他界した時点で、多数の芸能関係者が、会社の持続は困難になると見ていた。 発掘と育成にたけていたジャニー氏と政治力と経営力にたけたメリー氏の両輪で成り立っていたからだ。性加害問題が社会問題化しなかったのもメリー氏の存在が影響していたとみられている。メリー氏はジャニー氏の性加害問題を何とか封じようとしていた。ジャニー氏の行情はもちろん知っていて周囲にこぼしていた芸能事務所幹部。 ジャニー氏、メリー氏とジュリー氏の根源的な違いは、強引とも言える手段を使ってでも勝ち上がろうとしたか、お嬢様方切れあるかだ。創業者と二代目の差でもある。ジャニー氏は性加害という問題を生む一方、美少年の発掘と育成に貪欲だった。 メリー氏はテレビ各局の首脳を自宅で接待する一方、番組担当者には約20万円の高級紳士服の押し立て券を中元聖母として送り、食い込もうと躍起になっていた。二人はテレビ局に忖度させる環境も作った。共演 NG などである。一方、ジュリー氏は10代の時には TBS3 年 B 組金八先生。 1> 第1シリーズ、1979年などに出演したものの、上智大外国語学部比較文学科、現国際教養学部を卒業し、フジテレビに職託として勤務。役員秘書を務めていた。そんな経歴もあり、メリー氏と違ってなりふり構わぬ売り込みなどは聞かない。テレビ局の現場クラスの社員とも飲みに行くような、フランクな一面もある。 メリー氏とジュリー氏の違いが歴然となったのが5月14日に動画で行った謝罪だ。その動画は性加害問題へのお詫びと受け止められず、火に油を注いだ。一方的だったからだ。マスコミや世論の動き方が分かっていたメリーさんなら記者会見ができるまで表に出なかった。ただし、会見をするのがメリーさん自身だったかどうかはわからない。幹部にやらせたかもしれない。 芸能事務所幹部。資産価値の総額は推定1000億円以上。一方、ジャニー氏とメリー氏は会社に莫大な資産を残した。これも全てジュリー氏のものである。資産は不動産だけでも大きい。本社ビル、東京都港区は地上6階建て。資本金1000万円で本社社員200人程度の会社なのだが、その社屋にはとても見えない。それもそのはず。 本社ビルは2018年まで資本金1億円の大テレコード会社ソニーミュージックエンタテインメントの本社だった。現在の資産価値は推定100億円以上。芸能事務所で一番立派な本社ビルである。劇場東京グローブ座東京都新宿区も所有している。客席は3階まであり、収容人数は約700人。 拝み室の音響設備を誇る。他に旧本社ビル、東京都港区など、少なくとも都内に8つのビルと劇場を持つ。すべて一員地地にあり、資産価値の総額は推定1000億円以上。ジャニー氏、メリー氏がやり手だったことが改めてわかる。ジュリー氏が芸能ビジネスから撤退し、この資産を活用して新たな事業に乗り出す可能性もある。 そもそもジャニー氏とメリー氏の他界後、レコード会社幹部らの間では、ジャニーズ事務所はジュリーさんによる資産管理会社になるのではないか、と囁かれていた。発掘と育成が不安視されていたからである。それを任されていた滝沢秀明氏はもういない。たとえジュリー氏から新社長へのバトンタッチがスムーズに行われようが、同社の先行きは決して明るくない。 嵐の独立問題も素状に上っている。他にも独立説が流れているタレントがいる。社長交代後も同社の揺れは続く。高堀東源、高堀冬彦、放送コラムニスト、ジャーナリスト。大学時代は放送局の学生アット。 1990年のスポーツ日本新聞社入社後は放送記者クラブに所属し文化社会部記者と同専門委員として放送会のニュース全般やドラマレビュー、各局関係者や出演者のインタビューを書く。2010年の退社後は毎日新聞出版社、サンデー毎日の編集次長などを務め、2019年に独立。デイリー新調編集部。 新潮社